FT スタジオ片付け中。この時間は FT スタジオの提供でお送りします。どうも FT です。今回の FT スタジオ片付け中は、画面に映ってる木の棚ね、これ無印良品の木の棚やねんけれど、これの棚板を買ったので、その棚板の箱を開けるところと設置をお見せしたいと思います。では早速、今回どういうものを買ったのか、紹介していきます。無印良品の棚に取り付ける用の棚板なので、板です。商品名は、これですね。無印良品パイン材ユニットシェルフ棚板86センチ幅用っていうのが商品名です。買ってきた棚板の箱を開ける前に、まず現状をお見せします。FT スタジオでずっと使っている無印良品のパイン材の棚です。ガンダムが立ってるところ、この一段下に棚板を足したいなと思って買いました。では買ってきた棚板の箱を開けて設置していきます。まず箱全体こんな感じです。まあ、板なので平たいもんです。両端と真ん中にテープが貼ってあるので、これをカッターナイフで切って開けます。こんな感じで両端のテープをまず切って、開けたら今度真ん中ね、真ん中を切って、するとこんな感じで開きます。外側の箱が開いてこんな感じです。次は周りにある発泡スチロールを外していって、どんどん外していくよ。説明書が出てきた。これも避けていくよ。大きい発泡スチロールの板が出てきた。これを避けると、いよいよ棚板登場です。こんな感じ、こんな感じやけど、これは裏面です。裏面なので、こういう品質表示のシールが貼ってあったりします。これで棚板の箱が開きました。棚板を箱から出して裏返して、いよいよ設置していきます。まあ、とりあえずちょっと無理やり入れてみる。あかんか、あかんな。なんであかんかっていうと、この左側の箱を出さずに無理やり棚板を入れようとしたからです。出しとかなあかんで、この箱をね。そうそう、忘れとった。で、改めて棚板を斜めに入れるとちゃんと入りました。棚板を置いたら、あとはこの端のところをグッと押し込みます。反対側も手でグッと押し込んで完成です。はい、ご覧ください。棚板が増えましたよと。ガンダムがいてるところはもともとあった棚板で、その下が一段増えました。増えたので箱を入れてみましょう。このサイズの箱が3つ入ります。入れるとこんな感じです。いいね。棚板が増えました。いいね。これがしたかったんよ。棚板が入る前と後で比較してみましょう。これは入る前ね。棚板ついた後、こんな感じ。収納場所が増えました。というわけで、今回の FT スタジオ片付け中はここまでです。
今回は FT スタジオの無印良品の棚に棚板を設置するところをお見せしましたが、いかがだったでしょうか。それでは See you next time. バイバイ。FT スタジオ片付け中、この時間は FT スタジオの提供でお送りしました。